アメリカが動きました。尖閣での訓練再開しています。今回詳しく見ていきますが、日本のメディアは何を報道しているのですか？在日中国人がみんなスパイに見えてきます。この静かなる防衛では何度でも紹介していきます。意図しない思惑の方が報道されているような。台湾、尖閣、同時に取りに来るでしょう。ついでに韓国もです。中国公船の侵入が相次ぐ尖閣諸島周辺海域において、2021年2月に、アメリカ軍が何らかの軍事訓練を実施したことが報じられ、中国側に対する牽制行動ではないかとの見方が強まっている。実際にアメリカ軍が行った軍事訓練の内容については、本来は部隊の輸送機からの降下が検討されていたものの、荒天を理由に機材、物資の投下に止まった状態となった模様だ。近年、おそらく1978年以降は未使用であるためあまり認識されていないが、尖閣諸島の島々のうち、久場島と大正島の2島にはアメリカ軍の射撃や爆撃用の訓練地が今日でも残されている。これは第二次世界大戦後の1972年、当時の日本政府とアメリカ政府との日米地位協定の内容に準じた措置であり、沖縄に駐留するアメリカ軍の訓練地とすることを双方で合意しているためだ。一応、この久場島と大正島でアメリカ軍が訓練地を使用する場合には、実施の15日前までに日本側に通告する義務が課せられているが、これが実際に行われたことは1978年以後、はない現実がある。こうした沖縄を戦後施政下に置いたアメリカが、尖閣諸島の一部に日米地位協定に基づいた訓練地を設置していることからも、同諸島が日本側の実効支配下にあることは明白な事実だろう。ただし、これまでのアメリカ政府の対外的な立場は、尖閣諸島における領有権の帰属の問題に対し、アメリカ側が積極的にその立場を示すことは避けていたとも言えるスタンスでもあった。ただ、政治的には、アメリカの日本に対する1972年の沖縄返還時に、尖閣諸島も同時に日本の施政下に戻されたとの見方ができ、日米安保条約の第5条の適用を受ける範疇だとみなされている。こうした近年のこれまでの政治的な流れを俯瞰してみても、アメリカが自ら積極的に尖閣諸島の問題に関与すること自体が以前には見られなかったとも。いえ、対中国政策強化の一環にも見える。ことに、この2021年2月には、中国が自国の国内法である海峡局法を改定し、その中で従来よりも武器の使用を容易にする内容を盛り込んでいることに、日本側も何らかの対抗策を取るべきとの見解が示されていた。日本側としては、尖閣諸島の実効支配を証明する手段として、同諸島への定住者を置くべきとの意見も出されているが、今このタイミングだと、中国側に猛烈な反発と、その口実を与えかねない。
個人的には、ここまで尖閣諸島をめぐる争いが激化する以前に、こうした実効支配の強化は、言っておくべき行動だったと感じられて仕方がないのだが、中国側に譲歩した政治判断だったのだろう。こうした動きは、日中国交正常化時に、日本、中国の双方の政権によって、一時的にこの問題を棚上げしてしまったことに端を発したと思われ、日本からすれば、当時の田中内閣の責任は重いと言えるだろう。今回のアメリカ軍の軍事訓練のニュースは、伝えられている内容に乏しく、本来は具体的にどのようなものだったのかが不明だが、おそらく、アメリカ海兵隊による機動訓練ではないかと思える。日本でも尖閣諸島をはじめとする南西諸島防衛用の部隊として陸上自衛隊が佐世保に水陸機動団を配置しているが、こうした兵力の当初奪還を基とした内容だったのではないかと感じる。ここに来てアメリカ側がある種の積極性を尖閣諸島に対して見せたことは、南シナ海方面及び台湾をめぐるでの中国との対峙策の一環であり、本来中国寄りと危惧されたバイデン政権のポーズにも思える。現在の日本の領土問題としては、これら中国に対する尖閣諸島を含め、韓国との間の竹島問題、ロシアとの間の北方領土問題の大きく3つが、挙げられるが、後者の2つは、かなり絶望的に近いだろう。なぜならば、竹島は、韓国に、北方領土の4島は、ロシアに軍をはじめとする。実効支配を行われており、これを、政治的な働きかけで撤回させることは、もはや、事実上不可能に近いと思えるからだ。では、政治的に不可能だからと、軍事的な行動の実施を今現在の日本が、行い得るかといえば、これはまた、ほぼ 100% 不可能であり、自力で実効支配を取り戻すことは、起こり得ないだろう。翻って、尖閣諸島を考えてみれば、まがいなりにも、今は、日本が実効支配を行っていると言えるが、今後、中国公船の侵入が続き、島々への上陸を、許してしまえば、竹島や北方四島同様の展開が予期される。これを考慮すれば、中国の軍隊や海峡局は、当然のこと、漁民を装った民兵等の上陸も、決して許容するわけにはいかず、何としても、上陸を阻止する物理的な対応を行う以外に、対抗手段はないだろう。そのための備えとしては、陸上自衛隊が沖縄本島への配備を開始した。03式中距離地対空誘導弾改めしか有効な兵器はないと思われ、そこまで射程距離の長くない移動兵器を分散配置する必要性を強く感じる。